はアメリカと日本で入院患者の個々の診療記録を取っていくためのシステムを初めて確立した看護師でもあるニューヨーク州ポツダム付近で出生祖先は17世紀初期にイギリスから新大陸に渡ってきた一族で牧師、医師 教師の多い家系であった。彼女は、ニューヨークのウェストポッダムで1841年7月27日、マリンダ・アン・ジャドソン・リチャーズとして生まれた。彼女は、ベッツィ・シンクレア・リチャーズとサンフォード・リチャーズの3人の、娘の一番下の子として生まれた。父は、宣教師で、同じ宣教師のアン・ハッセル・ティン・ジャドソンを尊敬していて、 彼女のような宣教師の道を歩んでくれたらとの願いを込めて、その名にあやかって、娘の名をつけた。1845年、リチャーズ家はウィスコンシン州に引っ越しした。彼らはそこで自分たちの土地を手に入れた。しかし、父親が到着して間もなく結核で死去。家族はバーモント州、ニューベリーのリチャーズ家の祖父母の元に戻らなくてはならなかった。 彼らはそこで町外れに小さな農場を購入し、ここに居着くことになった。別一シンクレアも結核を発症し、リンダ・リチャーズは母が1854年に亡くなるまで母親の看護をした。日に日に衰えていく母親の看護経験がリチャーズの看護への関心を目覚めさせた。1856年15歳で教員になるために、 セント・ジョーンズベリー・アカデミーの一年コースに入学した。実際、数年間彼女は教員生活を送ったのだが、実のところ、彼女はその職に満足を得ることはできなかった。1860年、リチャーズはジョージ・ポールと出会い、間もなく彼と婚約することになる。しかし、婚約後間もなく、ポールは民兵組織、グリーンマウンテン・ボーイズに参加。 南北戦争に加わるため家族を置いて出かけてしまった。結局彼は1865年重篤な負傷を負って戻ってきた。リーチャーズは1869年に彼が死ぬまでその看護に当たった。これらの個人的な喪失体験から思い立って彼女はマサチューセッツ州ボストンに移った。看護師になるためである。最初の職場は ボストン市立病院であった。彼女は看護師としての訓練を何一つ受けておらず、ひたすら過剰な労働を余儀なくされた。彼女は3ヶ月でその職場を実したが、それでへこたれてしまったわけではなかった。1872年秋、リンダ・リ・チャーズはアメリカ合衆国で最初の看護学校に入学した第一期の五人の看護師の一人として開校式に臨んだ。 翌1873年に卒業すると、ベルビュー病院の夜間監督となり1874年から1877年までは、マサチューセッツ総合病院看護学校において教育に当たった。この先駆けとも言うべき学校は、ジョイのスーザン・ディモックによって、ボストンのニューイングランド小児婦人科病院で開校されたものであった。リンダは、 彼女の看護師としての訓練の様子をこう書き綴っている。私たちは5時30分に起床し、夜の9時に病棟を後にしますが、そのままベッドに行くのが関の山です。私たちの部屋は病棟と病棟の間のごく小さなスペースでした。私たちはそれぞれに担当の病棟で6人の患者さんを担当し、その患者さんたちを昼も夜もお世話しました。 夜もナースコールで9回も呼び出されたりということもありました。すぐにまた次のナースコールがあるのではと思うと、ろくに寝ることもできません。夕方も出かけることもできませんし、勉強や気晴らしの時間もありませんでした。2週間おきに午後の2時から5時までの勤務がありました。3ヶ月の間、月給もありませんでした。1年間の訓練を終えると、彼女は、 ニューヨーク市に移った。ここで彼女はベルビュー病院で夜間の監督者としてのポストを与えられた。ここで働いている間、それぞれの患者さんの診療記録を作るためのシステムを構築した。これはアメリカ合衆国やイギリスでも広く採用されることになった。彼女は看護師としてはまだまだ知らないことも多かったが、 その知識欲は旺盛で、より質の高い看護学校を作り更新のために道を開こうとしていた。1874年ボストンに戻り、ボストン看護専門学校の監督に任命された。この学校は設立されて、まだ1年にしかならなかったが、管理がずさんで常に閉鎖の危機にさらされていた。リーチャーズは教育過程を改善し、それは国内では、 最善のものの一つとみなされるほどのものになった。彼女は、自らのスキルを向上させるため、1877年に、イギリスで6ヶ月の看護師訓練コースを受講、またあの、ナイチンゲール看護学校を創立した、フローレンス・ナイチンゲールの下で看護師を訓練し、ロンドンのセイトーマス病院や、キングスカレッジ病院、さらに、エジンバラ王立病院では、客員スタッフとして、 県産を積んだ。ナイチンゲールの立っての希望で合衆国に戻り、先達として国中に看護師養成学校を新設し、その監督指導に奔走した。日本でのリンダ・リチャーズ1885年、彼女は日本に渡り、そこで最初の看護師養成学校の設立に助力した。また、京都の同志社病院にて5年間、看護監督の職に就いた。 1890年、アメリカ合衆国に戻り、精神疾患を持つ人のための特別な施設を立ち上げるのを支援しながら、彼女はさらに20年間看護師として働いた。彼女は、米国看護師訓練校協会の初代会長に選出され、フィラデルフィア訪問看護師協会の責任者を務めた。彼女は1911年、70歳で看護から引退した。 彼女は自らの経験について一冊の本を書いた。リンダ・リチャーズの思い出がそれである。この本は2006年にアメリカの最初の訓練された看護師のタイトルで復刻出版された。リチャーズは1923年に深刻な脳卒中を起こし入院した。1930年4月16日死去。1994年。 リチャーズは国立女性の名誉伝道入りを果たした。また彼女はマサチューセッツ州の総合病院とのつながりの関連でボストン女性の開拓者の足跡ということでもその名を挙げられている。小野直子をリンダ・リチャーズの人と思想に保健婦雑誌ボリューム53ナンバーに1997年2月美容部。 リンダ・リチャーズ・アーカイブド2007年12月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、アクセスト・ディセンバー・6 2007ハット・リンダ。リチャーズ・バイオグラフィー、小野直子、リンダ・リチャーズの人と、思想1、保健婦雑誌、ボリューム53、ナンバー1、P69。当時のアメリカの女性医師の中では卓越した存在で、スイスを中心に、ヨーロッパ各地で4年間滞在し、 カイザースベルトのディアコニッセの活動についても関心を持っていた。オノの論文では、ディーコネスと表記。オノナオコリンダ・リチャーズの人と、思想1から13、保健婦雑誌ボリューム53ナンバーワン、1997年1月、ドック、ラビーニア・エル、エイド・エイ・ヒストリー・オブ・ナーシング、フロム・ザ・アリエスト・タイムズ・ツーザ。 プレゼントデイオイズスペシャルレファレンスツーザワークオブザパスト30 years f o ニューヨークロンドン GP パットナムズサンズピアニッシモ257258クるく9億5110万 1915https アーカイブ org ストリームヒストリーオファーナーシングレイ41912ナットページ274マイメートルオーディニアップサーチ 萩原ハット、ディガリープレス。1から846850681。ありがとうございます。